にちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。11月に入り、我が家のアリたちはほとんど冬眠に入りました。餌場に出てくるワーカーの数も少なくなり、餌やりなどで地震が起きた時以外は室内でじっとしていることが多くなってきました。そんな中、唯一黄色シリアゲアリは依然として凄まじい食欲を示しています。ということで、今日の動画では晩秋にもかかわらず凄まじい食いつきでミルワームを捕食する黄色シリアゲアリを観察します。アリの飼育をされている方にはおなじみの光景で、あまり新鮮味がないかもしれませんが、黄色シリアゲアリは少々寒くても肉餌を食べるということを知っていただきたいので、ぜひ最後までお付き合いください。はじめに D グループがミルワームを捕食する映像です。 D グループは女王が9匹いて、我が家では最も女王の数が多いのですが、養分の貯蔵薬を担当する女王が多く、成長がとてもゆっくりのコロニーです。ワーカーの数も少なく、餌場に出てくるワーカーの数もいつも少ないので、ミルワームを直接巣の中に入れてみました。かなりの数のワーカーが食いついていますね。実はこちらのコロニーですが、先日女王淘汰が起きました。なので現在は女王が8匹になっています。お腹の大きな女王が淘汰されたのが意外だったのですが、もしかすると養分を貯蔵するばかりで産卵を全くしない個体だったのかもしれません。また肉餌が不足していた可能性もあるので、今回のミルワームでタンパク質をしっかり補っていただきたいですね。続いて A グループです。 A グループは過去の動画でもお伝えしていますように、ワーカーが1000匹を超えています。今回ミルワームを与えた時もすぐに餌場に大量のワーカーが出てきました。ミルワームに噛みついているワーカーも見えますね。なお、我が家ではミルワームを与える際にミルワームが暴れてアリが負傷してしまわないように、いつも頭を潰して禁止状態にしてから与えています。映像はありませんが、翌日観察したところ、ミルワームに穴が開き、中身がしっかり食べられていました。これで A グループもタンパク質をしっかり補給してもらえたと思います。続いて C グループです。 C グループも過去の動画でもお伝えしていますように、ワーカーが1000匹を超えています。やはりミルワームを与えてすぐに大量のワーカーが出てきましたね。ミルワームは頭を潰した際に中身が飛び出てしまいました。ちょっぴり閲覧注意ですね。中身が出てしまったので餌場が汚れないようチューブを半分に切った餌皿を使用しています。続いて1週間後にミルワームのさなぎを与えてみました。これまでの映像は実は1週間前の映像でしたが、こちらの映像は昨日撮影した映像です。黄色シリアゲアリの A グループにミルワームのさなぎを与えたところ、やはり大量のワーカーが出てきて大量に食いつきました。凄まじい食いつきですね。ミルワームですが、成虫になると食用価値がなくなるので、幼虫またはさなぎの状態でアリに与えます。さなぎもアリに攻撃されると激しく抵抗するので、頭を潰し弱らせた状態で与えます。弱らせているとはいえ結構抵抗していますね。アリの負傷を防ぐためにももう少し弱らせてから与えた方がいいかもしれません。続いて C グループにもミルワームの幼虫を与えた1週間後にミルワームのさなぎを与えてみました。 A グループほどではありませんが、たくさんワーカーが出てきて食いついていますね。そしてミルワームのさなぎもアリに攻撃されて抵抗しています。特に腹部をアリに攻撃されると痛いのでしょう。今回ミルワームのさなぎは浜田屋チャンネルさんからいただきました。浜田屋チャンネルさん、ありがとうございました。ミルワーム自体は我が家でも小さいものを飼育しているのですが、
浜田屋チャンネルさんのところで、ちょうどミルワームの成虫が羽化したということでしたので、サナギとセットで餌用、そして類大繁殖用にいただきました。ミルワームの類大飼育ができると、肉餌が安定的に供給できるようになります。今回の動画、いかがだったでしょうか。飼育下においても、多くのアリが冬眠モードに入るこの晩秋の季節ですが、黄色尻上げアリだけはまだまだ食欲旺盛です。もちろん蜜餌もよく食べてくれます。与えた餌を食べてくれると、本当に嬉しいですね。皆さんが飼育されている黄色尻上げアリはいかがでしょうか。よかったらコメント欄で近況を教えてもらえると嬉しいです。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。